葵反門葵反門とは、義によって門を半図と読みます。義とは、教門などに隠れた仁義を言い、門とは、文字によって表された一大仏教の教門などを言います。日蓮大聖人は、葵反門について、十勝省に、一年三千の出所は、略、戒、三の十如実省なれども、 文は本門に限る。二前は、釈門の絵に反問、釈門は本門の絵に反問なり、ただし、真実の絵門範囲は本門に限るべしとご指南されています。二前には、二前の脅威は示されませんが、釈門の処方実相の義によって、二前の門を反ずれば、方便としての脅威を表すことができます。また、釈門には、 釈文の経は示されませんが本門の真実の一年三千の儀によって、釈門の門を判ずれば、衰弱の化道としての意義を表すことができます。そして、ただ本門のみ、その門が、直ちに、真実の一年三千の儀を表しているのです。以前には釈門、釈門には、本門と、より深い義によって教門を判じ、その教の意義を正しく理解するために、 に反問すするのですただし本門には財政脱着の本門と末法下手の本門の2位があることを知らなければなりません。末法の本門とは大聖人が皆目商に1年3000の訪問はただ法華経の本門授業本の門の底に沈めたりと一大諸教朝日より深きに至る次第によってご指南された。 仏法の究極の法体である呪霊門底下手の本門を言うのですこの門底の儀すなわち久ン願女呪霊門底下手の法体である三大秘宝の神器を知ってそこより立ち返って一大仏教を反ずるならば戦時章に仏の滅後に佳祥阿南明龍樹無邪天神内使 前代伝行のいまだぐずしましまさぬ最大の人物の称号、教門の表に厳然なりとあるように、仏の最大人皮の大法である三大秘宝は、教門の表にもはっきりと解かれていることがわかるのです。なぜなら、絵に反問は、三大秘宝と一大仏教との会合の原理によっているからです。会合の会とは、仏法の根本。 定下主の体である一大秘宝の本門の本尊は階段大目の三大秘宝と開かれさらに本尊に民法階段に義寺大目に新行の六義と展開し三次では八万宝蔵となる層を言いますまた豪とは八万宝蔵の万行を合すすれば六義となりさらに合すれば三大秘宝となりそして すてが一大秘法華経を含むその他の諸教は一大秘法の本門の本尊を根源として現れた教法です。故に釈尊一代の諸教はことごとく本門の本尊の絵に反問でありただ三大秘法の本門の本尊こそ真実の一年三千の到底なのです。